どうも、塩です。今日はこのトーンモバイルのトーンというね、スマホ、トーン M15 でね、ちょっとアベマ TV が見られるかどうかっていうのをね、テストしたいと思います。このトーンモバイルっていうスマホは、実はね、回線の速度をね、2種類に切り替えることができるんです。通常のスピードの、このスタンダードモードっていうのと、この高速モード、ワンタッチで切り替えられるんですけど、高速モードの時は普通の LTE のスピードでデータがね転送できるんですけど、スタンダードモードの時はね、500から 700K ぐらいのものなのかな、通信速度で。遅い、なんでわざわざ遅くするのかっていう話もあると思うんですけど、実はね、トーンの通信料金って、1ヶ月で1080円税込みで通信し放題っていうことになってるんですよ。これはね、なんでそんな1080円で通信し放題にできるのかっていうと、通信速度ね、このスタンダードモードっていうのに限ってる状態の場合なんですね。この高速っていうのは、高速チケット、確かに300円で1ギガのチケットを買うと、その1ギガの分だけ高速に通信ができるというですね、感じなんです。だからこのオプション料金がかからないスタンダードでアベマ TV が見られたらいいじゃないっていうことなんですよね。じゃあ行きます。よし、これがアベマ TV です。今ね、このように Wi-Fi を切ってモバイル通信で通信をしてます。そしてね、この通信モードはね、スタンダードになってます。さて、 ABEMA TV は見られるのか。 ABEMA TV ね、これが ABEMA TV。見られますね。つまりですね、トーンモバイルのスタンダードモードでは、ABEMA TV はスムーズに見られません。静止画になったり動画になったりします。まあ、とりあえずたまに動画になればいいなぐらいの人は見て、あ、こんな感じかなってこう脳内で保管してね見ることができるかもしれない。何言ってんだろうな。見ることができます。脳内で保管して見ることができる。やっぱりね、高速モードなら普通に見ることができるっていうことで、ちなみにこの場所は東京都内の23区の建物の中なんでね、だからね、普通の人じゃない、東京に住んでる人もね、家の中でね、ABEMA TV をね見たいと思った時の状況にね、近いんじゃないかと思います。じゃあまた。
いや待てよ。もしねこの動画が気に入った人がいたらチャンネル登録とかグッドボタンのクリックとかよろしくお願いします。チャンネルチャンネルチャンネル登録チャンネルチャンネルチャンネル登録チャンネル登録